安田造船所の澤です。安田造船所鈴木です。今日ご紹介するのはアジムットの 55S というモデルです。2016年です。はい、今日はこの鈴木が中心にこの船の細かいところのご説明をしていきます。初挑戦、何艇目だっけこれ、4艇目とかもう5艇目とかになるんで、そろそろできそうだからちょっとやらしてみようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。やれここはアフトデッキですね。アフトデッキがこのイタリアの船ってみんな高いですよね、見た感じね。こう下を見下ろすような感じで実に快適な空間になってますね。見て、電動のサンシェードがついてて、夏でもね、日陰になって快適な空間ができるようになってますね。椅子の下は物入れ、はい、で右側のデッキファニチャーはバーベキューコンロとシンクと、で開口部もここまでね開いて、このクッションをセットして中と内側のソファーがつながるという形になってます。で中に入ってくると、あれテレビがないなと、はい、思うんだけど、実はここ、はい、ポップアップテレビになってますね。で上がってからこれは角度を変えられるわけね。でこの船は見ても分かるようにピッカピカ、なんでこんなピッカピカかっていうと、新艇で日本に入れた時からすごい神経質な、異常なほどの神経質な、なんかちょっと曲がってても嫌なぐらいのキャプテンが管理しています。そのキャプテンご紹介します。あの男です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。小山です。キャプテン、キャプテンありがとうございます。だからこういう状態で綺麗に保ててるんですね。もう奇跡的な状態ですね。このテーブルもこう広くなったり狭くなったり、ハンドレールもついてて、物入れが下についてますね、はい、全部グラスとかがここにしまえるようになってます。はい、うん、バーナーが4つついてて、はい、冷蔵庫、冷凍庫、はい、こちら冷凍庫ですね。こういうのかっこよくない？船ってガシャガシャしないようにしっかりとね、全部形にはまって、うん、これ大体船はこういう風になってるんですか？うん、結構なってる。アジムとはもうこういうのが標準でついてきて、もうキャプテンがうるさいから一個もなくしてないもん。なくなったら大変ですよ。なくなったら大変だから。便利ですね。おお、はい。ここも見せ場の一つだね、これね。かっこいい。これも一つも欠けてないようですね。キャプテンうるさいとね。でここのソファーはこれ電動だけ上がったり下がったりね。こちらが電動ですね。あ、ここ違うの。これは手動。はい、あ、これ背もたれが、あ、これ便利だね。これこちら前を向いて。あ、なるほど。はい。普段は皆さんとこの字にしてもらって。はい、おくつろぎいただけるんですけど、うん、この状態で前も、でこの背もたれをもう一回ちょっと戻してみて、はい、そうするとダイネッティと呼ばれるダイニングエリアだったりね、はい、ソファーエリアに変わると、はい、結構便利だよね、これね。これは便利ですね。これでも結構大人数座れますね。これ外から含めると結構な、そうなんだよ、そうなんだよね。これはフロアがフラットだからすごい使いやすい船なんだよね、この船すごく広く感じます、うん。でもう一個 の、 あの特徴的なものっていうのは、はい、このスカイライトハッチ。まずはこれシェードだけね開けて、はい、こうシェード開けていただくとやっぱり開口がすごく大きく、はい、取れますので、すごく明るく、はい、なりますね、船内が。でこのサンルーフも全て開きますので。なるほど、はい、これも全部電動で開くんですか？電動で開けます。これがこの船の醍醐味かもね。
どうよ、この広さ。これはものすごい開放感ありますね、すごい気持ちいいよね、この空間。全然雰囲気違いますよ、さっき。で、総選席にカメラも来てもらうと、すごく開放感があっていいでしょうね。この下から見上げてもすごい気持ちいいよ。すごいよね。ほんといいよね。それじゃあキャビンの方行きましょうか、はい、じゃあまずここのキャビン、右舷の最初のキャビン、ゲストのステートルーム、シングルバースが2つあるという形ですね。やっぱ窓がやっぱ大きいのが特徴ですね、うん、これ効いてるよね。そして全く痛みがないと。4年経ってるとは思えないですね。なんでだと思う？それはもうそういうこと。キャプテンがね、キャプテンが口うるさいからね。反対側はこちらは、ゲストルームのバスルームですね。バストイレね。こちらがゲストルームですね、はい、のビンですね。これはまたベッドでかいですね、はい、VIP のゲストね、はい、でこちらも両舷にあの大きな窓ガラスがありますので、だいぶ明るく船内はなってますね。明るいね、はい、でこちらも上が開きますので、あの上から全方向からこう空気の流れがこちら入ってきますので、だいぶ通気にも良くなりますね。ね、ここはここは物入れですね。物入れね。はい。それが両舷にあります。はい。タップですね。でこちらがオーナーズルームですね。3段こう降りていただいて。ここはまた。はい。さっきはゲストルーム。はい、さっきのがゲストのビップルームですね。でこちらがオーナーズルーム。で、なんといっても特徴がこの窓ですね。すごいデザイン性高い窓、はい、これは外側から見てもだいぶあの目を引くデザインにはなってますね。いいよね、この向かい合わせのソファースペースがとってもいいよね。それで目線のところに窓があって、やっぱ S はデザイン性がすごく高いような感じがしますね。でこれもまたピタッとなってますから、ちょっとずらしておきましょうね。はい、でここをちゃんと紹介しろとキャプテンが。なるほど、はい、おー、なるほど。同じルームの中にこちらが、はい、ロングで出た時とかね。でこちらがオーナーズ専用のバストイレですね。あ、しっかり。じゃあバストイレは3つ付いてるところなんですね。そうですね。で色数がやっぱり控えられててシックに収まってるよね、やっぱりこれ見ても。あ、キャプテンなんかタオルがちょっと、あ、斜めになっちゃった。ほらね、こういう管理ですよ。シーツのシワまで見ていただいて。あんなキャプテンが家にいたら鬱陶しいよ。ついて回って掃除してるからね。仕事はすごいきっちりしてくれそうな感じがするんで。確かにね、4年も経ってるのにカーペットのシミとかも何もないですよね、綺麗で。そうなんですよ。あの、じゃあ前のバーデッキの方に。このソファーがあるのがいいよね、ここね。はい、はい、こちらが、クルーのルームになっておりまして、トイレとベッドが。あ、この中に入ってるんですか。はい、入ってます。来ちゃうとそういうことになっちゃうんですね。はい、はい、入りました。あ、なるほど。ちょっと今物が、はい、あの、はい、ありますね。これベッドとシャワーとかトイレとか全部ついてるわけね。はい、トイレがありますね。で、はい、とベッドですね。で、エアコンも中入ってますので。すごいよね。あ、お一人ですね。はい、でもここも一つのね、すごく魅力的なエリアですよね。うん、とってもいいと思う、ここは。それでゴムボート的な紹介をさっきしてたと思うんだけど、もうレベル違うでしょこれ。全然違いますね。もうジェットテンダーですからね。ハードボトムになってて、両脇があのインフレータブルがチューブがあって、実はこれ波とかめちゃくちゃ強いんだよね。水上スキーとかさ、そういうの引っ張るのに。ウェイクボード引っ張ってるんだ。今ステアリングが取った状態だけど、ステアリングつけてね。うん、これもセットで付いてる。あ、これはオプションですね。あ、オプションなんですか。はい。これ結構出るよね。最初怖いぐらい出るよね。それでここにいるエリアがこれだけ広いわけだよね。これ下ろしちゃうとね、遊んでて。でそこにあの格納式のはしごがあるから、そこから海から上がってくると。そう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 。
かっこいいな。すげえ。かっこいいですね。55S、2016年の 55S を紹介しました。どう？この西日に輝くこのシルバーの春なんですけど、カラーの名前はマイアミシルバー。このカラーかっこいいですね。特にマイアミでこの S シリーズってやっぱりスタイリッシュだから人気なんだよね。はい、これで S コレクション、55S の紹介を終わります。で、S コレクションはボルボ IPS3 機積んでますので、創生の自由さ、あとは楽しさとかはあります。で、あとは実際にこのようにご覧いただいて、今のこのオフシーズンにいろいろとこう、まずはご検討していただいて、これから来年のシーズンに向けて、新しい船、いろいろとご検討いただければと思います。はい、以上よろしくお願いいたします。